はいどうも中村です。本日はですね、ウーバーイーツ配達員夏の必須アイテムですね、日よけバイザーをちょっと作ってみましたので、やってみたいと思います。で、僕の動画をですね、いつも見てくれてる方は多分ですね、いやいやお前いつも夜しか稼働してへんやないかと思うかもしれないですけれども、まあ、あの動画のネタとしてね、一つよろしくお願いいたします。まあ、言うて僕もね、たまにそのなんていうんですか、バイク乗るのは乗るんですよ、昼間に稼働じゃなくて。で、そしたらまあスマホ見にくいのは見にくいですよね。で、ツイッターとか見てると結構なんかみんないろいろ作ってたりとか、なんか台湾のネットショップかなんかでは、なんかこうちっちゃい傘みたいなやつをこう立てるやつあるんですよね。で、しかもそのフードデリバリーの各社のロゴ入ったやつとかもあったりするんですけど、そんなんとか、まあ、こういう感じのもうその台湾のネットショップで多分ねあるんですよ。で、その傘のやつとかも可愛いなと思ったんですけど、ちょっと買い方が分かんないんでよう買わなかったんですけど。で、あとその自分で作ってるタイプになると結構みんないろいろすごいなんか試行錯誤してですね、まあ大体でも100均アイテムを使って作ってる方が多いと思うんですよね。なんかサンバイザーあるじゃないですか、サンバイザーをちょっとこう丸めて使ったりとか、ボックスですね、ボックスをもうバコッとつけちゃったりとか、あとなんか最近やと多分それが一番機能的だと思うんですけど、なんかドライヤーホルダーみたいなのがあって、そのドライヤーホルダーそれ1個だけでなんか多分このスマホホルダーの裏側の穴にちょうど通してこうくるんと囲うような感じにできるやつがあって、それが多分ね一番いいと思うんですけど、まあ僕もそのねドライヤーホルダーのやつでいいなと思ってやろうと思ったんですけど、さすがにちょっと動画でやるにはまあ自分で一応考えてやらなあかんなと思って、で100均行ってですね、まあ、このカバーとですね、このアームっていうんですかね、探してきてというか見つけて、で作ってみました。ということでですね、僕が100均で見つけてきたアイテムはこちらですね、置くだけで音が広がるという なんていうんですかねケースっていうんですかね、このここにスマホを置いてなんかこう音が反響して大きくなるみたいな、まあ、実際に使いましたけど別に音大きくならないんで、この用途ではあんまり必要ないかなって感じですけど、このケースと、あとこれもですね、スマホ用ですけど、なんていうんですか、こうスタンドですね、クリップで使えるスタンド、これはですね、こういう風になってて、これをこうつなげて使うんですけど、これの こっち側だけ、このスマホ挟むやつはもう使わないんですけど、でちなみにこれは一回試しにスマホを使ってみましたけど、なんていうんですか、寝ながら見たりとかするのにめっちゃこれもう一個自分用に買おうかなと思っておりますけれども、でこれとこれと、であとは結束バンドですね。結束バンドは僕ちょっともう元々家にあったんでそれ使いますけど、まあ、これも100均で多分売ってると思います。で使うのはだからこの3つですね。はい、で早速作っていきましょうか。でこれなんかこうケースが2つになってるんですけど、これは使わないです。これだけですね。まあ、要はこれがちょっとこう日よけの部分になる感じで作ろうかなと思ってるんですけど、うまくいくかどうかはちょっとまだわかんないですけど。で、これがですね、ここに穴が開いてるんですよね。本来はその充電のケーブル通す用の穴だと思うんですけど、この穴にですね、これですね、これをこう、ズボッと刺す感じですね。で、これちょっとこう、サイズ的にはね、この丸の方がでかいんですよ。この丸の方がでかくて入らないんですけど、これをですね、思いっきり、いった、思いっきりやったら、まあ入るということです。で、このままやとちょっともうグラングランなので、いった。これをちょっと結束バンドでつけていきましょうか。どうつけましょうかね。多分この上の穴を通して、わかりますかね、この棒をくくるような感じで、こっちから通して、こっちから出すような感じで、くるくる回るけど、一応一
応固定はできましたね。これどうかな、くるくる、まあでも大丈夫か。もう1本ぐらいやっときましょうかね。いや1本でいいかな、うん、まあ1個でも2個でも一緒ですね。まあこれがこんな感じでついております。でこれでもう完成ですね。であとはこれを、まあ、ミラーかどっかにつけて、で多分これだけだとちょっとね飛んできそうな気、バイクなんでね飛んできそうな気がするんで、これとあとなんかこの辺をスマホホルダーがどっかにまた結束バンドでつなげればいいかなと思ってます。これで一回ちょっとつけてみましょうか。まあ割とそうですね、利点としてはこう自由に動いてくれるというのは利点ですけど、逆にちょっとこう肩つけるの難しいですけどね。で今ですね、僕の背中側に太陽あるんですよ。だからこう光が当たってるんで、もうそうなってくるとこれ関係ないですよね。やっぱ日よけってね、正面から来る分とかこう横からの分はこうなんかねやって日よけできると思うんですけど、今背中側から来てるんでね、それはでもまあ一応見えてるのは見えてますけどね。ただまあ今真っ昼間じゃないんですよね。実はちょっとまあまあほどほどに夕方なんですよね。ちょっとどっかでですね、走る方向を変えて太陽の方に向かって走ってみたいですね。まあそうですね、僕の左肩からこう光が当たってる感じですね。まあでもそういう場合でもちょっとこう動かせるんでいいかもしれないですけど、今左前ぐらいに太陽があるんですけど、まあ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 いけるかな、いけんじゃないですかこれ。まあまあいけそうですね、見えますね。あー結構いけるかも。どうでしょうね、まあちょっとはマシちゃうかなっていう感じですかね。まあ見えるのは見えてますね、画面がちゃんと。でもしかしたら若干このケースの中は涼しいかもしれないですね。その熱対策っていうのにもまあなるかもしれないですね。あーまあいけるなこれ。あーないよりまああった方がいいですね。今太陽の方に向かって走ってますけど、前から太陽が当たってますけど、まあまあちゃんと見えてますね。はい大丈夫そうです。たださっき言ってたそのドライヤーホルダーみたいなやつはもっとでかいんですよね。全体に覆ってくれるんで、なんかねこの動画出しといているのもなんですけど、そっちの方がいいような気もしますけど。で一応これカエディアさんの、ホルダーついてますけど、この広がるのも全然問題なく使える感じですね。別に当たらないんで、まあ、ちなみにこんな感じでですね、ここにミラーにクリップつけてるんですけど、これはねもう全然弱いんで、ここのホルダーのとこに結束バンド2本つけてやってます。だからこれはまあもう別に自由に動かせますけど、ちょっとこう形つくの硬いですね。まあこういう感じですね。はい、だからまあこうなんていうんですか、深くも別にできるし、浅くもどうなんでしょうね。はい、まあ一応自由には動きますね。はい、まあそんな感じでですね、今日はまあちょっとこんなん作ってみましたよ的なちょっと小ネタでやってみましたけれども、まあまたねUber Eats関連とかバイク関連とかの動画いろいろ出していきますので、ご興味ある方はぜひチャンネル登録してご覧ください。それではまた次の動画でお会いしましょう。